週間のお天気をお伝えしていきます。日曜日は冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雪が降りやすいです。風が強まる恐れがあります。西日本でも雪が降り、平野部でも一部積もる可能性がありますので、路面状況の変化に注意が必要です。その後、北日本では雪が降りやすいお天気続いていきます。東日本や西日本では短い周期でお天気が変化していきそうです。水曜日は広く傘の出番となります。また週の後半になりますと、再び冬型の気圧配置となり、福岡では雪が予想されております。最新の情報をご確認ください。そして気温を見ていきますと、真冬の寒さ各地続いていきそうです。上下はしますけれども、万全の防寒が欠かせません。しっかりと寒さ対策を行っていきましょう。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。